はい、皆さんこんにちは、ニカミックスです。トライアングルストラテジー、前回ですね、塩の不正取引を告発するために聖ハイサンド大峡谷へ向かったところ、ブッカーに感づかれたのでブッカー隊を、倒しましたと。で、無事聖ハイサンド大峡谷へ、入ることができて、証拠をちょっと探さないといけないかなというところからになります。では続きをやっていきましょう。エンデ家の不正を告発すべくハイサンドに向かったウォルホート家は、ソルスレイ配下ブッカーの襲撃を退けて首都へと入る。しかし交渉に当たった七聖人の一人カンセルは、確たる証拠がないことを理由に訴えを退ける。第10話前編、疑惑の影。塩の剣、守備よく進んでいるようですね。ああ、気候の読み通りだった。本当にウォルホート家が話を持ち込んでくるとは。彼らは優秀だ。そして常に正しくあろうとする。かようなものは御しやすい。何を企んでいる？企むとは人聞きの悪い。私は美しきハイサンドを愛しているだけです。イドウ殿が気候に目をかけているのはわかる。だがあまり調子に乗らぬ方がいい。あのお方はどうも好きになれん。ほう、どのようなところが？いや、なんでもない。重大な不正が暴かれるのであれば、私に依存はない。ともかく、ウォルホートの動きを楽しみに待つとしましょう。っていうか、七聖人が全員わからん。イドウって、なんか偉そうなじいさんかな。教皇の言葉を伝える役。あ、で、逸話が出てるね。ちょっと逸話も、なんすかね、この、話に含めちゃうと結構長くなっちゃうんで、ちょっと逸話は逸話でまとめて、なんか外伝的な感じで動画をアップしようと思いますので、ちょっと逸話はまた別でやります。じゃあサブストーリーを見てみますか。おお、エニグマか。相変わらず陰気だな。ソルスレイ殿、そちらはご機嫌なご様子で。今頃ウォルホートの者どもが塩を運んでおると思うとだ。煙鉄大戦で名を馳せたメーカーが私の関心を買おうと必死になっておる。武家は裏の事情を知りません。うまくやれるかどうか。失敗した時は罪をなすりつけて討伐すればよい。金の代わりに手柄が手に入る。楽観は禁物ですぞ。エグスアムやカンセルが疑っていることもお忘れなく。人ごとのように言うな。裏の仕事をしているのは貴様も同じだろう。そう、我らは同じ穴のムジナ。だからこそ忠告に来たのです。最近のあなたは少しやりすぎですよ。隙を見せれば他の七聖人も敵に回るはず。貴様もか？いやいや、まさか。あなたが潰されたら私も終わる。分かっていればいい。下がれ。くれぐれもお気をつけを。
まではうまくやってきた。これからも必ず。エニグマは七星人ってことは、ソルスレイ、エニグマ、さっき言ったカンセル、エグスアム、あとイドと、あと違法院の女性の人も名前忘れちゃったけど、最初の本出てきた人で6人、あと1人誰だ、わからん、あと1人がわかんない。じゃあメインストーリー、ソルスレイを告発するための時間が限られる中、セレノは証拠を挙げることができるのか。聖杯サンド市街地、告発の件がソルスレイの耳に入れば、彼は確実に我々を潰しに来るでしょう。もはや一刻の猶予もない。引き下がることもできません。ではどうする。カンセル殿の言う通り、確たる証拠を挙げましょう。言うのは簡単ですが、つても何もない状態ですよ。塩も流通に乗る商品である以上、不正な取引をすれば必ずどこかに歪みが出ます。例えば帳簿や実績の改ざんなどを誰かが行っているはず。なるほど。ソルスレイに関する証言を集めて類推すれば、確たる証拠が見えてきそうだな。地道に聞き込みをしてみよう。はい、手分けをして手がかりを探し出しましょう。なんかこれ RPG パートで聞き込みとかやりそうだな。その通りだ。証言を集めて不正の証拠を固める。光ってんだこれ。左のとことか右の方とか、あ、動ける。ちょっとこれ回収しよう。なんかの害悪だったな。これどうやっていくの。あ、こっから行って、上質の材木、いいね。ちょっと話そう。ハイサンド民、違法院の近くに住んでいるご婦人は大の噂好き。噂を聞くのも話すのも止まらない。常に新しい噂話を仕入れている。何か聞いてみるといいよ。噂好きのご婦人、最新の噂を聞いてみよう。お、商人がいるじゃん。すいません、今日は台帳の整理で秋内はお休み。あ、そうか。またよろしくお願いしますって言ってもさ、俺金持ってたっけ、そもそも今。ハント、なんだよ急に。話ならまた今度にしてくれ。憲兵に追われて困っている。あいつさえどこかに行ってくれれば家に戻れる。憲兵って誰こいつ。ハイサンド民、グリーンブルクの話を伝え聞いた。エスフロストに占領された。国王が不正を働いた。女神様への信仰がないからそんなことになる。あれ、この人誰。クラレス、塩の不正、そのような話をどこから。あれ、クラレスも七星人だっけ。そうしたら一応七星人全員わかるな。不正について確たる証拠をお持ちなのか。ない。開いてない。それないもん。あれ、これさ、やめらんないんだ。ないとしか答えらんない。ゲー。私どものように手広く商売をしていると、時には妙な噂が立つこともある。あまり真に受けられないよう、不正放置もできない。何か情報をつかんだらぜひ教えていただきたい。あ、また話せるかな、そうすると。よし、1300円で、これさ、七星人は塩の女神に認められ神道を導く役目を与えられた。その頂点に立たれているのが女神の声を聞く教皇。教皇が聞いた女神の心を七星人が神道に伝える。この国の加護と繁栄がもたらされている。他国とは異なる優れた体制だと自負している。いかが思われますか。いやいやいや、っていうかさ、そもそもさ、女神が絶対正しいことを言ってるとも限らなくない。利点があるけど欠点もある。結局教皇は王、七星人は大臣、他国と変わらないように思う。ああ、確かに言われてみればね。国の体制はそれぞれの歴史と民の選択の結晶。軽々しく優劣を比べるべきではない。いや、利点もあるけど欠点もある。優れているとは言い切れない。そもそも女神は絶対なのか。まあ、絶対なんだろうけどさ。女神の加護を受けた我が国に欠点がある。何が欠点だというのですか。教皇は特別な存在。その継承は他国のように血筋によるものではない。教皇の後継者が残る政治から選ばれるなら権力争いが激化しやすい。その心配は無用。30年前に全教皇が崩御された時は一時期混乱が起きた。女神の加護によって無事に収まった。それ以来問題は起こっていない。女神の加護によってさ、収まったかどうかって、それがうさんくさいよね。地政人は役割を分担し、女神と信徒に尽くす存在。権力争いなどは起こらない。教義はそうだが、本当に人間が教義通りに動くか。違法院に何かご用でしょうか。いや、ちょっと違法院はさすがにないな。ライラ、あ、
そうだ、ライラか。女の人、この人だよね。七星人。私の秘書はソルスレイ殿のことを調べていた。日記に調査の詳細を残している。日記を見つけたら読んでくれて構わない。真相解明のため女神もお許しになる。エグスアム様はご不在である。用があるなら書面で用意されよ。書面、何か書くものがあれば。教皇宮へ入るには許可が必要。いやー、まあ、そこはいいや。こっちに話そう。エスフロストは声高々に自由を掲げている。結局は力の強いやつ、金を持ってるやつが勝つ野蛮な国。一方我らハイサンドは女神の加護のもとに全ての信徒が平等かつ平穏な暮らしをしている。問うまでもない。どちらの国が正しいと思われますかな。いや、うちが正しいでしょう。ある。私は自分が使えるグリンブルク王国が最も正しい国だと信じる。失礼ながらエスフロストに制圧された国を正しいとおっしゃられても苦笑するしかありませんな。いや、制圧されたら悪になるのかよ。グリンブルクが今のような有様になったのは女神の教えから目を背け続けた報いなのですよ。いや、こいつらもうマジで女神信じてんな。女神の加護がエスフロストの信仰を跳ね返したはず。それが女神を信じる信徒の考え方。いや、マジか。すごい統制されてんな。この辺りでハントを見たというものがいる。見かけなかったか。あのハントを探している。ハントを助ければ情報を得られるかもしれない。外行ったよ。それらしいものが街の外行ったのを見た。なんだって。ありがとう。よし、これであいつに話せばいいんじゃないか。憲兵なら別の場所に行った。これで安全だろう。憲兵隊員は調査兵団になったよ。一応立場上憲兵団の方が格上だからね。円での塩の不正取引について何か知らないか。塩の不正取引すまないか。わからない。何でもいい。エンデキの情報を得るにはどうすればいい。危険を犯す覚悟があるならエンデキの詰め所を調べる。円弧の入り口のそばの建物、ソルスレが何か隠すならあそこ。エンデキ詰め所、危険も伴う。潜入するなら夜。ちょっと言えん、入れんな。おお、なんか光ってるよ。1000円パクった。ほんとひどいよね。あ、情報はあります。1000円3個。情報をくれた人の家を漁ってさ、金と1000円をパクっていくとか、なんか俺のやってることももうソルスレと大差ないよね。人のパクる。上の人たちに話そう。ちょっと端から。これより先は通れるものを制限している。どこの国のものかは知らんけど、円弧の立ち入りは禁止。円弧に入るのやければ話を聞く。一体何が知りたい。え、円弧に入りたい。何か隠していることはないか。どこかに裏帳簿というものがある。心当たりはないか。なんだ、どれがいいんだ。確信。でもさ、こいつがさ、こんな位置門番がさ、裏帳簿なんて知らないと思うんだよね。でもまあいいや、確信をついていこう。心当たりはありませんか。裏帳簿聞いたことがない。残念だが引き取ってくれ。ひどい。あ、これもう一回いける。何か隠してることはないか。ちょ、曖昧だな。隠し事はしたくない将軍。当然そんなものはと言いたいところだが、見て見ぬふりを気持ちしても気持ちが悪い。円弧に入らないっていうなら教えてやる。夜中に普段とは違う業者が来て塩を持ち出しているのを何度か見たことがある。口止め料をもらったが、一体誰が金を出しているのか。口止め料をもらってる割にはあっさりペラペラ喋んなこいつ。受け取るには受け取ったもの、どうにも気持ちが悪い。口止め料の意味がない。まあ、ただまあ、振ったら不正な業者がいると。おう、情報を得た。厳重に警備している。どうすればいいんだ。もう一回ずつ話すか。噂好きって、噂好きって誰。ペンと紙、要人へ書状書きたい。おう、エグスアムへの書状書こう。おお、いいね。書面にて申し入れがある。この書状を届けてほしい。エグスアム様への書状。オーケーオーケーオーケー。相手は七世人、根回しをしても損はない。で、詰め所はまだ入れないんだよね。てか、あとこいつのあれだよ。秘書、日記。これちょっと読みたいんだけど、どこだ?ここ入れるか。この辺りの噂に詳しい。最新の噂話を聞きたい。
この辺りの噂ね、何がいいかしら。深夜に消える貨物船の話。人知れず港へやってきてはいつの間にかスーッと消える。深夜に消える貨物船。どうやって塩を運び出しているのか不思議だったが、この貨物船が塩を運んでいる。消える船の噂。ちょっともう一個なんかない？ああ、いや怖い。どうしましょう。えまあないってことか。とりあえずパクれるもんパクってこう。噂話を聞いたところで、回収するものは回収して、何もねえなこの家何もなさそうだな。じゃあいいか、外へ出よう。え、あと入れる家ってどこ？ここ入れる？入れんな。なんかある、光ってる。あ、これが日記か。河川で強調された部分がある。七星人ソルスリー、不審な行動あり。グリンブルク王国の上層部と秘密裏に接触、賄賂を配っている。グリンブルクの上層部に賄賂を配っている。あ、なんだ、もう日記終わってたわ。気に留めておこう。おお、七星人ってどんくらい金持ちなんだろう。でもまあ政治家で言うと多分もう大臣クラスだよね。あ、ヒットポイントの外役ダイブをもらっておこう。このくらいかな。あ、もう光ってるけど多分同じだよね。おお、あ、大丈夫だった、カットできた。でどうすんだ。ちょっともう一回こいつ話してみよう。塩の不正、業者がいます。どうやってエスフロストに運ばれるのか。船、なるほど、怪しい船の存在。一理ある。ご連絡いただいたこと感謝している。ここだけの話、エンデケの良くない噂は紹介にも届いている。ソルスレイ様はああ見えて几帳面なお方、ことに帳簿の管理には相当気を使われていた。もし不正な取引を行っているならば、万が一の際に帳簿を合わせられるよう裏帳簿を残しているはず。いや夜だな。もう一回ずつくらい話してみる。まあ普通だな。普通だな。でここだって夜じゃないと多分入れないよね。こんなもんでいいのかな。あと入れそうなとことかないもんね。これ多分青い、なんていうの、こののれんみたいなのかかってるところが入れるところ。ここも入る。これって何、これ何なのこの大きさ。家なのこれ。家にしては小さいよね。なんかかまど、なんだかわからん。でこいつも多分かん、もう関係ないっしょ。噂話も聞いたし、商人ももうないし。いや、じゃあこれでちょっと探索終了して夜を待ちますか。情報整理しよう。どうだ、何かつかめたか。ソルスレイは狡猾な男、そう簡単に尻尾を出さないようです。しかし完璧に隠し通せるものなどない。証言を重ね合わせれば見えてくることがあるはず。はい、きっとそれが確実な証拠への手がかりになる。得られた情報を整理して考えてみましょう。セレノア様、集めた証言からどう推理なさいますか。まずはソルスレイが何をしていたか。おお、これはもうちょっと、グリンブルク王国で賄賂を配っていた。彼はグリンブルク王国で賄賂を配っていた。まさかグリンブルク王国の上層部とも通じていたとは全く気づけなかった。でも王都は今エスフロストが制圧しています。証明は困難ですね。他の七星人の協力が得られない以上、直接強硬に訴え出るしかありません。しかしそれにはソルスレイの不正を証明する確実な証拠が不可欠です。え、これなんだ、どっちだ。裏帳簿がある。え、確実な証拠はないとか。不正に運ばれる塩。え、裏帳簿、
なんかもう裏帳簿だな。裏帳簿があるはずとクラルスが言っていた。秘密が守られているのは非合法の使用を厳密に管理しているからということか。はい、管理には正確な記録が必須。裏帳簿は確実に存在します。確実な証拠をつかめる場所があるとすれば。もうエンデケ詰め所だよね。エンデケ詰め所だ。そう、可能性が高いのは円弧から遠いサンドバレー砦ではなく、この首都の詰め所です。はい、場所も分かっています。ソルスレーがグリンブルクの上層部に渡した賄賂は塩の裏取引とどうつながるのかしら。どこかに不正な塩を管理する裏帳簿がある、それは確かだ。怪しいのはエンデケの詰め所です。でも今の状況で踏み込むのは危険すぎます。残念ながらこれではソルスレイを追い詰めることはできないでしょう。え？そろそろ我々の動きがソルスレイの耳に入ってもおかしくない頃だ。もう探る時間がありません。どうすれば。証拠はないが、もう一度カンセル殿に訴えてみよう。え、いや、詰め所に乗り込まないの？疑惑の鍵、終わってしまった。まあまあセーブはしておこう。エンデケ・ソルスレイが塩の不正取引を行っていることは間違いない。その確信がありつつも決定的な証拠といえるものはついに見つからなかった。逆に立場が危うくなったウォルホート家一行は無理を承知で憲兵隊長カンセルに訴えを起こそうと画策する。第10話中編、願わくばコウナみたいな。果たしてカンセル殿は取り合ってくれるだろうか。わかりません。しかし訴え続けて信じてもらうしか手がない。エンデケのものか。我らは強行軍より使わされた使者です。セレノア・ウォルホート殿ですな。そうだ。ウォルホート家にはエンデケ・ソルスレイ殿を不当な罪に陥れようとした嫌疑がかかっています。強行の御前で審問が行われることになりました。強行軍に出頭を願います。エンデケの不正は事実です。申し開きは審問の席でどうぞ。若さ、これは教皇やハイサンド上層部に直接訴える好機かもしれません。私政人にもそれぞれ異なる思惑があるはず。彼らを説得して味方につければソルスレイを追い込むこともできるはずです。どうかな。吊るし上げられて処罰されるだけかもしれないぞ。ハイサンドまで敵に回せば我々は完全に孤立してしまう。審問に応えて教皇たちの信頼を勝ち取るしかない。こっちにはサブもあるな。教皇軍から召集を受けた七聖人カンセル、エグスザムの思うこととは。助けてくれ。
カンセル様、強行宮から召集がかかりました。エンデ家の訴えを受けて教皇の御前でウォルホート家を審問するそうです。わかった。ソルスレイが先手を打ったか。セレノア殿は証拠をつかめなかったようだな。しかしウォルホート家を裁くだけでは真の秩序は回復しない。なんとかこの機会を生かす手は。年齢ご苦労。御前審問の件承知した。教皇は七聖人全員の立ち会いをお望みです。お急ぎを。ウォルホート家、もう少しやれると思ったが買いかぶりすぎたか。まあいい、貪欲な豚を狩る手はまだある。さて誰を動かすのが一番得か。では審問行きましょう。エッケンの間、ソルスレーエンデの訴えを受け、これよりウォルフォート家に対する審問を行う。審問官は我ら七聖人が担う。セレノア・ウォルフォートよ、教皇の御前である。女神の名にかけて真実を答えよ。はい。七聖人の審問に答え、ソルスレの不正を認めさせよ。いいだろう、やってやろう。エグスアム・マーシャル、審問を開始せよ。セレノア殿、私たちはソルスレーとは長い付き合いになる。それに比べて貴公のことは何も知らぬに等しい。貴公が真に信頼に値するか否か、まずはそこから見せてもらわねばならない。この聖ハイサンド大教国における七聖人の立場、まさか忘れてはおられるまいな。え、これは書面にて申し入れた通りです。古式にのっとって書面にてご報告いたしました。ああ、目を通させてもらった。我が国の礼にのっとった真摯な行いである。貴公が礼を重んじる人物であることは私が保証することとしよう。その内容については他の審問官の意見を聞いてからの判断となる。私からの質問は以上だ。続いてカンセル・パレント、審問を。貴公は我が国の不正を指摘されているが、思いつきで口走られても困るのだ。この国は開かれた国ゆえ、時に不届き者も出入りする。そういう輩の立てる根も葉もない噂を真に受けているわけではあるまいな。果たして我らが国元で何がしかの不正が行われたという確かな証拠はあるのか。おお、塩の運搬。塩の運搬を見ていた者がいます。塩湖の入り口を守る衛兵です。ほう、この国の人間が見たというのか。塩湖の守りを任されるほどのものとあれば、女神に対し真実の誓いを結んでいるはず。
なるほど、わかった。少し考えた方が良いようだな。これにて私からの質問を終える。次はエニグマ女祭。女神の意志は庶民の理解を超えることも珍しくはない。聖人とは女神の意志を正しく理解するものである。多くの庶民は聖人の教えを排除しているに過ぎぬ。聖人であるソルスレイを裁くとなれば、いくら庶民が証言したところで意味はない。女神の意志を知る者の言葉でなければ我らが動くには値せぬと判断する。どうか。こいつの言ってる意味が分からん。え、私を信用してください。ユラ長、クラレスって誰？ワイロ。ソルスレイはグリンブルク王国の上層部と密かに会い、賄賂を配っていました。七星人の一人、ライラ殿の秘書が目撃しています。おう、ライラ殿の秘書の証言とは？そのものについては私が保証しよう。女神の忠実なる子、その御心とも通じている。なるほど、それならば特進せざるを得ん。エニグマ裏切った。私からの質問は以上だ。ライラ・ビザークラフト、審問を始めよ。私の方でもソルスレイの不審な動きは把握している。その一つが賄賂だ。彼がグリンブルク王国の者に賄賂を渡していたことは掴んだが、目的がわからない。セレノア殿はどのような目的で賄賂を配っていたと考えるか。え、これは粗悪な仕様ではないよな。不正、深夜に消える貨物船。不正な仕様運搬だろ。不正な仕様が運搬されていることへの口止めではないかと思います。つまりグリンブルク王国の重鎮も不正な仕様の流通に協力していたと。グリンブルクを経由すればノゼリア全土に不正な塩を運ぶことができる。賄賂が口止め料だったと考えれば辻褄は合うな。以上で私からの質問を終える。最後に私、イドー・デルミラが審問を行う。セレノア殿、ソルスレイは確かに少々愚かなところはある。言われてんじゃねえか。しかしよく女神を信仰し、我々の中でも良き働きをしてくれた。秀でた人物とは言えぬが、女神の寵愛は大きかったであろう。仮にその人物を裁くのであれば、女神にその罪を示すものを捧げねばなら。セレノア・ウォルホート、何時に問う。ソルスレイ・エンデの罪を示すものは果たしていずこにありや。エンデ家でしょ。エンデ家詰め所。エンデ家の詰め所に何か証拠が残っているはずです。なるほど、世俗にまみれた場所ならば女神の目も届かぬ。我らが女神の手足となって調べてみた方が良いかもしれんな。私からの質問は以上だ。これより審議に入る。あれってか、やっぱ俺これ6人しかいないな。我らの進言を受けて教皇が裁定を下されるである。教皇も七聖人ってこと？
セレノア・ウォルフォートよ、教皇の裁定が下された。ウォルフォート家の言を真実と認める。おお。ゆえにウォルフォート家は無罪とし、ソルスレー・エンデを背信者として断罪する。なんでそう。しかし女神は慈悲をお与えになるそうだ。おお、ありがたい。その慈悲とは。ウォルフォート家と戦い打ち破るがよい。勝利をもってそなたの食材とし。なんで私たちと戦う。しかしソルスレ、そなたの罪は重い。ウォルフォート家にはこれを授けよう。ノクバの交付、なんかわかんねえけどくれた。戦う意味がマジでわからん。血統神文書推奨レベル16。今いくつだったっけ、みんな。15。まあ平均15。ちょっと何人出れるかにもよるけど、ナルブとか強えかな普通に。ホスハドラがな、回復役とはいえちょっと出番が今少ないんだよな。15か。まあ別に死んでもなんとかなるっちゃなんとかなるけど、1回詰め所によって新しいものが出てたらやろう。ホスハドラさん新しいの入ってんな、レベル15か。ちょっとこれやってレベルを上げてからいきますか。フレデリカ様、クラスアップができるので、秘術師からファイアキャスター、行きましょう。キャスター。おお、いいね。褒めてもらえますか。食炎の魔法と、大炎柱の魔法、ちょっと読めないけど、大炎柱とか3つ使うじゃん。次、ファイアマスターか。で、人はいないよね。それではメインストーリー。教皇の裁定によりセレノアはソルスレイと戦うことになった。理由はわからん。狭っ。改めて教皇のお言葉を伝える。エンデケ、そしてウォルフォート家、双方力の限り戦うがいい。我らが潮の女神は戦いの勝者に限りない慈悲を与えるであろう。なんということだ。たとえ有罪でも勝てば罪を問わないとは。従うしかないでしょう。これが女神教の考えなのですから。ソルスレイを敵視する者たちの思惑が合致した結果でもあるのでしょう。いずれにせよ戦って勝つしかない。よって、戦って私を潰そうと計りよって。元はといえばお前たちのせいだ。許さんぞウォルフォート。逆恨みだろ完全に。いやマジで狭いな。ユニットはこれだけ。 1,2,3,4,5,6,7 7人。アンナ絶対出すでしょ。ヒューエットがちょっと高低差なさそうだからな。ヒューエット一回抜いて喜んでまいりましょう。エラドールは入れときたいよね。おすすめがいっぱいいるな。アーチボルト仲間になりました。ユリオもまあおすすめではあるか。フレデリカ様ファイアキャスターになったしな、入れておきたいんだよな。
ベネディクトどうすっかな。ベネディクトちょっと外すか。ベネディクト外してのユリオにするか。頑張ります。よし、これでいきますか。 OK。 フィールド広がんないよね別に。エアドールも突っ込ませて新門決闘。私を失脚させる気だな。銀行を管理し、この国に富をもたらしたのは私だったぞ。不正に手を染めたことを棚に上げて開き直るか。ソルスレイエンデ、女神のおぼし飯を忘れたか。勝てばよいのだ、勝てば。望むところだ。正々堂々と決着をつける。俺が相手だ。もう突っ込むぜ。エラドール挑発、怒り30%。そうですね、挑発してみよう。俺が、はいはいはい。怒りになった。終わらせましょう。もうもともと怒ってるだろう。こいつもう潰しにかかろう。いや待って待って待って、やっぱり一回エラドールに集中させるか、攻撃を。耐えられんだろう。ちょっとだけ中心地に集まっておこう。ステルスかけとこう。捕まえてみる。経験値のために。まあもう大丈夫。こっちに来るかい。50。怒り。勝つのだ。勝たねばならんのだ。七星人エンデケの名にかけて。やりやがれ。無駄。何かわされた。悲しい。後ろは取られないようにランスでつっついとこう。さすがにボス系のヒットポイントは高いよな。そして柔らかいやつから狙われるな。魔法兵ロックバックウィンドって何。うわっ、めっちゃ落とされた。こっちあんのか。まあいいや、とりあえず攻撃しとこう。せい、はい、やった。悪く思うなよ、はい、見たか。じゃあヒューエット入れといてもよかったな。そう、結構食らう。縦兵行きますか。やした、フレデリカ様とかをちょっと。これジャンプできないとさ戻ってこれなくね。でも逆に攻撃もされないよね、もう怒っちゃってるから。ユリオとかも死にそうなんだけど。回復届く。あー、範囲魔法も無理だな。一応ちょっとユリオにしとくか。これで傷を。いただきました。希望への一歩です。レベルアップ。仕事にかかります。マジか、そういうことか。針になってんだな。痛い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 、めっちゃ痛い。少し苦しいです。ちょっとまずいよ。炎色って何。あー、火属性吸収か。ちょっと台使っちゃおう。使います。この盾が破れるかな。いや、まさかまさかだったな。ちょっと挟めるやつをどんどん挟んでいこう。決まったな。硬い。さて、そっから挟めるのはこっちか。魔法兵ちょっとやっとくか。厄介だからな。もう一丁。で、ダブルアクション。ハッチ、倒れろ。強い、敵が強いな。フェンスダウン、何深く。いってどうする。ドラもほんとやべえんだけど。敵強し。
闘する攻撃。いや盾兵強すぎんだろう。こいつも盾兵か。アンナで挟んで魔法兵やっぱ厄介だからな。ここだ。息がけのダチ。覚悟。もらった。よし、オッケー。一体排除。この力を平和のために。赤いアンクレット。ロランは死ぬかもしれん。セリナもやばい。反撃。いない。しかないか。そろそろ挟めるんだけどな。こいつも挟めるけど。ちょっとマジで回復しとくか。範囲回復。範囲回復をここに行ける？あ、行けんな。使うんだ。助かる。4中しか回復しないんだ。ちょっとしか回復しねえ。耐えてみせる。これ下に行ったけどさ、どうなの？決めてこい。決めてこいがいける。使っちゃおう。てかあれ使おう、もう。ちょっと待って。ちょっとやってキャンセルしちったよ。うわ、めっちゃ落とされる。行きますか。ひどくない？え、どうやってんだっけ。あ、これだ、切り札で TP3 移動。あー、なるほど。まず回復しようよ。まあ、セレノアだな普通に。助かった。でそこからフレデリカ様の魔法をなんとかしたいんだよな。アンナ落とされたのマジで痛い。でこうでしょ。で範囲でこう支えなければ。心配かけたな。よし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 、吹っ飛ばしが多すぎだよ。シーストさ、行って行きます。これ何。あー強いけど当たらん。まあ演劇でいくか。私の魔法で。オッケーオッケー、強い。正しいと思える世のために。そろそろ回復を。これアンウォールいけんじゃねえか。よし、いける。ついてこれまい。初めて使ったアンウォール。でそこから倒す。仕留めます。よしよしよし、オッケー。俺が相手だ。で、でもこいつも厄介だからな。なんかソルスで倒すのもありっちゃありだけど、魔法兵マジで厄介。一回回復しとくか。ここら辺にいればとりあえず落とされはしないと思うから。今だ。まあ、こっち向いとこう。さて、スリピーだが寝た。こいつ寝てはない。強い。なぜ投げないの。くそ、攻撃が弱くなってる。やばい、死ぬ。やってくれるな。ロラン、このままだと死ぬ。本当に死ぬ。歩いたら死ぬぞこれ多分。もらうぞ。回復してから動けばいいのか。痛い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 。くそ。苦しい状況です。さあ決めてこいくか。じゃあフレデリカ様はもう全然無理だしな。あなたならできる。回復回復。悪くないですね。あ、ちょちょ決めてこい。あれか、 TP 回復するだけか。ここで挟もうと思ったのにな。まあしょうがない。あ、アラウンドソードってなんだっけ。あ、じゃあここでアラウンドソード使えばいいのか。
クルリンパで、エラドールはまあそんなに減ってないのか。ここにいてアンナと一緒に回復しよう。覚悟はできています。挟めるところに移動すればよかったな。まあいい、行きます。行け。手応えを感じます。ダブルアクション、行きます。私のできることを。よしよしよし。で、あ、そうかそうか、範囲魔法使ったから。これが私の役目です。絆相手じゃなくて次で決めてこいじゃなくて、なんだっけ、TP 回復したやつは全然良かったな。ありありあり。うまいこと。期間は争いを収めるために。で、これは、ちょっと待って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 、ここにいての、ここ、え、そういう感じなんだそういう感じね。まあまあまあ、でも2人当たるんだったら全然ありだな。縦兵もだいぶ減らせられるし。炎の力で。いけ、強え覚えておれ、私が勝った暁には貴様も円弧に落としてやる。その歪んだ心がローゼルを苦しめた。ソルスレイエンデ、あなたを許さない。痛い。どう潰してやるか。ダガーファイターだ、こいつ。この盾が破れるかな。もうフェイスダウンが最悪なんだけど、数はやっぱ減らしておきたいからな。こっちだな、単位値って。いや、普通に行こう。よっしゃ、隙だらけです。後ろ取られる感はあるけど、ちょっと横にしとこう。フレデリカ様、やっぱりあれだな、防御が。ここでドランはもう突破好きで、ちょっとよくわかんないけどあっち行こう。これ行け、崖の打診だ。私が追い込まれている。この私がこんな不当な尻尾でつまずいてよいわけがない。許さん、許さん、絶対に許さん。追い詰められた者は思わぬ力を発揮する。ソルスレーといえど油断はできん。後がないのは我らも同じ。決して最後まで気を抜くな。勝利のみが我々の道なのだ。まだやるべきことが。いけるいけるいける。で、そうはさせないってなんだっけ。 TP1 減少か。あ、でも攻撃力はあるんだ。なるほど。次で君、フレデリカ様になんかしたいけど、まあいいや、そうはさせないでもちょっと打っとくか。いくぞ。いや、暗い。80強いな。ガラクタ。ユリオ、意外に攻撃力高いからな。そろそろいけるか。これ113、87。こっちだったらちょっと残るのか。12残るってこと？ディレイかけるかじゃあ。はあ、かわされた。付き合いや、狙い通りです。これを回収しよう。参ります。で、やっぱり頼れるべきはアンナちゃん。はっ、付き合い。もうこれは倒す。ソルスレイ終わりだ。やらせてもらう。くそ、こんな最後は認めん、認めんぞ。赤いマフラー、行きますか。で、
ユリオが結構減ってるのと、フレデリカ様もまあ減ってるんだよな。まあちょっとフレデリカ様先に回復しとくか。回復します。これで戦えます。よし、だいぶ持ち直したな。雷撃職務を強い果たさねば。学んだ力今こそ。1しかないかな今。ちょっと回復だなここは。これ太ったり知った。やったな。俺が相手だ。こっち行こう。こいつ突き落としたら突き落としたらめんどくさくなりそうだから、そのまま攻撃をする。何個ナイフ持ってんだよこいつら。厳しいな。こっちもあっち行こう。ランス覚悟。はい、終わらせましょう。じゃあハンナちゃんまた早くない。サクサク。ああ、後ろ狙ったやつがいたわ。やっ、負けられない。まあちょっとこれで。はあ、やった。隙だらけです。ウォルホートの投手として終わらせましょう。で、まあ演劇だな。さよなら。私の魔法で。いや、フレデリカ様いいわマジで。強い。攻撃食らうとかなり減るけどね、やっぱり魔術系だから。二等勲章誰にしようかな。回復役でもいい気がするんだけどな。悩むね。ウォルホート家の勝利を認める。女神の加護に感謝するがよい。これにて審問を終了する。皆の者ご苦労であった。真実を力で証明することになるなんて。教皇が下した裁定です。ハイサンドで文句を言う者はいません。そう、恥じることはない。負ければ我々が殺されていたのですから。そうだな。絵が湧くわ。問い、これなんていうの、問いたまうな。ソルスレイエンデの首都エンデ家の解体はその日のうちにハイサンド中に広まった。第10話後編、密告に対する褒美。なんかもらえるのか。さっき、ちょっと待って、一瞬こっちの方も見とこう。うん、なさそうだね。七聖人の一人、ソルスレイは死んだ。ライラは何を思う。ソルスレイエンデは女神のもとに帰ったか。あっけない。事故による死亡と広めておきましたわ。嘘で隠せばいずれ己の首を絞めるだろうに。まあ今に始まったことではないが。あら、何か不満でも。イドウ様に告げ口しちゃおうかしら。好きにしろ。私がいなくなれば研究は頓挫する。この頭脳に変えはないぞ。分かっているわライラ、そんなに目くじら立てないで。口の聞き方に気をつけろ。お前は井戸殿の駒に過ぎない。ごめんなさい、自分まで偉くなった気になっちゃって。研究頑張って完成させてね、あの方のために。
分かっているさ。私も駒に過ぎないとな。でメインストーリー、窮地を切り抜けたセレノア、アンドの間もなく新たな試練が課される。いや褒美は？褒美くれ。さてセレノア殿、これからどうなさるおつもりか？それは率直に申しましょう。教皇はウォルホート家を支援したいとお考えです。ありがとうございます。ウォルホート家はロゼリアの要衝を支配下に置き、その名を知らぬ者はいない名家だ。エスフロストの横暴でついえるには惜しい。何が望むのならば七聖人の座につけてもよい。教皇はそうおっしゃっています。ウォルホートの民が守られるのであればやぶさかではありません。では我々は手を取り合えそうですね。しかし教皇はあることについて憂慮されている。何でしょうか？ウォルフォート領にて暮らすローゼル族のことです。彼らは我らの聖域エンコで暮らす罪人たちの末裔。エンコで潮の女神に奉仕し罪を償うことがローゼルのあるべき姿なのです。彼らが正しい暮らしに戻ることを教皇は強く望んでおられます。つまりローゼル族を連れてこいと。答えは何時の中に。教皇のことは確かにお伝えしましたよ。セレノア、ローゼル族の村の人々をハイサンドに差し出すのですか？それはフレデリカ様もご存知の通り、かの村は大戦停戦時にシモン様が保護を約束しました。しかし今のウォルホート家のためには違約もやむを得ません。本当にいいのか？当時のハイサンドとの仲裁には我が父も関わったはずだ。ウォルホートの諸君、こたびは災難だったな。どうだ、守備よく進みそうか？ローゼル族の受け渡しは？それについてはこれから。しかし教皇も酷なことをおっしゃる。我らとローゼル族との経緯はご存知だろうに。どうやら貴公らは勘違いをしているようだ。今のウォルホートは鷹ではない。ソルスレーの死に群がるハゲタカに過ぎん。我らを愚弄する気か？こちらこそ七聖人の座を軽く見られては困る。貴公らには本当に覚悟があるのか？覚悟？ウォルホートは翼をもがれてなおも飛ぼうと欲しているのだろう。ならば自らの血を流し、あらゆる屍を踏み越えてみせろ。その痛みを受ける覚悟がないのなら、今すぐ地に這いつくばり旗を下ろすがいい。血を流す覚悟か。密告に対する褒美終わり。